富士城塾の現代地図に旧水戸街道の道筋を重ねた地図。本陣玄関脇にあったサルスベルと本陣跡の看板富士城塾は水戸街道千住塾から6つ目の宿場町。現在の茨城県取手市富士城、片町付近。富士城塾が水戸街道の宿場町に指定されたのは天奈年間から上京年間にかけての時期であり、それ以前は阿鼻子塾から 利根川うがも下流に向かい、草で溶かして、龍ヶ崎を経由し、若芝宿付近で合流するという流れであった。そのため、藤代宿が世紀の宿場町に指定されたのは、水戸街道の他宿場町より多少遅れている。藤代宿は、宿場町としては、ひとまとめで扱われることが多いものの、内部では、江戸川の藤代宿と、水戸川の宮原だ宿に分かれていた。 本陣などの宿場町としての駅務も持ち回りとなっていた。藤城宿川の本陣は現在の藤城中央公民館となっている場所にあり、名主は飯田家が代々務めた。戦中も被災せずに残っていたが、1950年2月に昭和の町村合併で誕生した旧北相馬群、藤城町の庁舎建設のため取り壊された。その後、 この地に本陣があったことを記した看板が、本陣の玄関前にあった猿滑りの木と共に、設置された。なお旧和田塾にも本陣が置かれていたが、記録が残されておらず詳細は不明。鳥出塾藤代塾からはかしば宿。ありがとうございます。